はいどうも、ピズログです。今日は山形のバイトから帰ってきて、でこれから冬に行くんだけど、冬に行く前に、ちょっと除草もしたいです。で、悲しいお知らせがあって、どうやら床の下にオオスズメバチのでっかい巣がある模様です。なんか結構ね、床下に床下の通風口に出入りしているんだよね、蜂が。だからちょっとそれを見たら、まだ近づけないんだけど、多分それがあるっぽいので、それをやってからね、ちょっとあっち行こうかなって感じです。あとはこれで、あっちも、あとここら辺も巻いていかないとダメっすね。一応巻けるとこ巻いてきます。